皆さんこんにちは、シティズスカイラインズ2を、少しだけやっていこうと思います。で、まあ、前回の動画で、まあ、このゲームは買っては見たものの、まあ、最初のうちはあまり、自分ではやらないんで、他の方がやる、まあ、やるところを、少し眺めていたいなというふうに、話していたと思いますが、まあ、よく考えてみたら、まあ、こういった新しいゲームを、発売日に、自分でやるというのは、まあ、初めてのことになるので、まあ、少しそれを、まあ、動画に撮って残しておこうかなと思いました。で、まあ、今映してるのは、まあ、起動したところの画面になります。で、まあ、シティーズスカイラインズ、まあ、1というか、まあ、前作では、まあ、この辺に、DLC が並んでいたり、右側には、まあ、モッドやアセットなどの、まあ、ワークショップに出てるようなコンテンツが、まあ、並んでたと思いますが、まあ、多分今はまだ何もないので、こういう表示になってるのかなと。まあ、今後この表示は、まあ、少し変わっていくのかもしれないなと思ってます。では、ゲームを始めていこうと思います。で、まあ、マップがここに12個並んでいます。で、まあ、どのマップがどういうものかっていうのは、まあ、まだ全然わからないので。とりあえずこの、タンペレというマップで、まあ、始めていこうかなと思います。まあ、多分どれでも、まあ、今回やることに関してはどれでも同じかなと思います。で、まあ、都市名も、まあ、特に変えずにこのまま行こうと思います。で、まあ、左側通行で、まあ、いつもやってるように全てアンロックで資金無限で、まあ、このチュートリアルを始めるかどうかってよくわからないので、まあ、とりあえずこのままにしようと思います。
で、シティーズスカイラインズ2は、前作よりはかなり、重たいんじゃないかというふうに、言われていますけども、グラフィックのオプションは、特に最初は触らずに、元々の設定のまま始めています。基本的な操作っていうのはそんなに変わらないんじゃないかと思います。チュートリアルというか、都市の建設方法みたいなのが、表示されます。人にとっては、どうでもいいことかなと思いますけども、順番にこう表示されるみたいですね。で、まずはこの先に、道路を引いて、住宅区画を作れということかなと思いますが、ちょっと BGM が大きいですね。どの道路を引くと、どうなるかっていうのは全然わからないんですが、
この部分は、まあ、四車線道路みたいです。で今、それにつなげる形で、六車線の道路を入れてみました。まあ、そうすると、こんな感じになるということですね。タイルっていうのはこんな感じになってます。まあ、以前はこんな風にスクロールができなかったと思うんですが、まあすごい数のタイルがあるなと。でまあ今そのうちこの真ん中の9個が、まあ、アンロックされているというか、アクティブになっている。ここに資源が表示されてるようなんですけど、まあこれを見た限りでは、まあ、ちょっとよくわからないなという感じですね。こうやって見ると、まあ、この辺が、材木ですかね。で、ここら辺が鉱物、鉱石ですか。で、あとここら辺が、石油。で、この辺がまあ、肥沃な土地、まあ、農業に適したところというところでしょうか。
辺の表示イメージっていうのは、まあ、前作とかなり違うかなと。ちょっと違いすぎて、まだ全然うまく操作ができない。Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesteryear. で、まあ今日は、まだここからどんどん、道路を引いて区画を作って。ゲームを進めていこうと思ってるわけではなくて、まあ、まあシティーズスカイラインズ2っていうのがどんなものなのかっていうのを、まあ、発売日に見てみましたというだけなので、まあ眺めているだけになるかなと。区画を設定すると、まあ、すぐに家が建ち始めるようです。で、まあ電気と水道もおそらくないだろうと。これがまあポンプですね。届いていないので。
分に引いちゃったみたいなんですけど、これどうやったら聞けるのか分かりません。ページアップ、ページダウンで、対象とする、高さというか深さを変えるようです。まだ家が建ってるようには見えないですが、住民がここに一人いて、賃料が高いと。これ以上ズームできないんですけど、なんとなく女性のような感じです。
authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Rolling blackouts. We urge the public to remain calm during this place and service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuckle, and we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. この住人になるのはやめたってことですかね。まあそれとも、住人になって外出したのか、ちょっとどちらのかわかりません。で、今人口は1人になってます。ただ、こうやって家を見ていくと、まあ、それぞれ住民が1人ずついるようです。そのあたり、まだちょっとよくわかりません。で、まあ、ここはまだ、賃料が高いと。で、水のマークが出たんで、
つないで、実際にここの表示が変わるまでに多少、まあ、タイムラグがあるというか、少し間があります。だからつながったかどうかが、少し待たないとわからない。でこれっていうのは私のパソコンの性能の問題なのか、まあ、ゲームがもともとこうなってるのかは、まあ、それもちょっとよくわからないな。で、まあ、今横で少しタスクマネージャーを表示してますが、まあ、今ほぼこのゲームだけしか動いてないですけども、あ、まあそれ以外にキャプチャーソフトも動いてますが、まあその2つぐらいでだいたい40% から、まあ高い時は 50% ぐらいになるという感じですね。写真のような風景とかなり、ギャップがあるなという感じがします。ちょっと他の方のプレイの様子をあまり見てないので、まあ、分からないことだらけですが、まあ、人口4人になりました。シャーパーは、まあ、今まであまり表示してなかったんですけども、まあ、例えばこういったセリフを読んでいると、まあ、ゲームの参考に、まあ、なると思うので、これはしばらくは表示することになるかなと思います。でまあ、一応家は全部建ったようで、まあ、特に今のところ何もアイコンは出ていません。
で、おそらくこっから、商業の区画とか、産業の区画を作ると、まあ、いろんな問題が起きてくるかなと。ちょっと表示がカクカクしてますね。さっきと煙の表示がかなり変わったと思います。で、また水不足になりました。This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento moris to elaborate on the formal structure of the symphonic work. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section before entering the slower largo movement, finally, then savoring the vivacious antipasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain. この都市の運営には愕然としているっていうのがここに表示されました。まあ、そういうのも。そういう、まあ、意見も出るんだなという。したいと思います。
しばらくはまだ旧作をやると思います、はい、ご視聴ありがとうございました。